10回完結講座10ここでいよいよ最終回です。今日からもう一度のし袋の練習反復していきましょう。今日は、お選別お見舞いですね。これを実際に書く練習をしていきましょう。鉛筆で書いてある通りのことを小筆で書いていきます。ご覧ください。まずお選別からですね。お選別は楷書でしっかりとスタートを止めて、少し太い細いの変化をつけながら書いていくとうまく見えます。お選別ですね。選別と下に行くずつ少し大きく書いた方が収まりよく見えます。少し広がる感じで書いてみましょうか。そして、上の選別よりやや小さく軽和楷有志となっています。これを少し、書き出しの文字は少し小さめに書いてくださいね。軽和楷、リズムよく書いていきます。軽和楷、有志ですね。全体を見ながら行が倒れてしまわないように気をつけて書いてください。まっすぐですね。有志と、して少し下の文字を大きく書くと全体感安定しますので、こういうふうに書いてみてください。では次です。次はお見舞いですね。お見舞い、経理会一同、先お見舞い書いて経理会一同書いて、最後に下部、風林堂書店というのを書いてもらう方がバランスよく書けると思います。行書体でリズムよく書きますが、書き出しはやはり小さくですね。そしてだんだん大きくしていきましょうか。だんだん大きくしていきます。お見舞いで前の字を一番大きく書きます。ですね。そしてこのちょうど、中心を通しながら、こちらに経理科一同ですね。これも中心が通るように全体を見ながら、少し下に行くずつ大きく書いた方がバランスがよく見えます。経理科一同、そして右上から下部風林堂書店ですね。少し小さめになります。風林堂書店、風林堂書店と、これも上をしっかり見ながらバランスよく書いていってください。こうですね。で、出来上がりです。いかがでしょうか。今日のお選別お見舞いはうまく書けましたか。文字の大小をつけることを覚えるとうまく見せることができます。しっかりコツをつかんでください。次回はお布施ご高齢の書き方のお稽古です。